ぱりその虫との戦いとか草との戦いとか結構難しいですね。戦うのは自然だからこそやりがいはつきません。プロを目指す農業学校、そこに大人に混じって学ぶ少年の姿が。彼はちょっと中学校行ってなかったんですけど、すごい興味を持って自然と向き合う中、農業を通じて見つけたものとは。大事なことはいっぱいまで土入れずにちゃんとこう水が溜まる場所を作るっていうことが大事です。こんな感じでザーッと水やって、で、うん、って水溜まるじゃないですか。これがこう染み込むのを待って3回ぐらいこうずっとやってやると、どん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 下に染み込むので、今年2月に開校した亀岡オーガニック農業スクールは、オーガニック農業のスペシャリストたちと亀岡市が連携して運営する学校です。でもトマトはやっぱりもう暑さに結構弱いので、取れる期間が少ない、どんどん少なくなってきてるんですけど1年間を通して農業に関する基礎知識や畑の土の管理、害虫対策、さらに農業経営や販売のノウハウを学べるため、初心者からでもプロの農家を目指せます。秋ナスっていうのはまだ全然早いんですけど、まあ、市民農園でやってて、いろいろこう作ったりする機会で多くできると食べられなくなっちゃうのがあるので、なんか有機を作って一部売れたりとかできたらいいなっていうので、自給自足みたいなところには興味があるので、ゆくゆくはなんかそういうことが、ね、自分でできたらいいなと思います。作業して、これ他のところ行ったら作業してる感じで、桜取ってる感じでお願いします。農家になるために息子と二人で受講しているのは越田由美さんです。ないね。もともと前の職業が、私がちょっと農業に参加させていただく機会が多くて、で彼はちょっと中学校行ってなかったんですけど、まあ、家にいるぐらいだったら一緒に連れて行こうと思って職場に連れて行って、彼がすごい農家さんと仲良くなって、こんな学校が開校されますっていうのをチラシを配ってはって、それをもらって、えこんなんあるって言って一回行ってみようみたいな感じで話したら、すごい興味を持って中学3年生、越田亮介さん、小学校高学年の時にコロナ禍で授業がオンラインに。その後中学に進学しましたが、学校には通っていません。学校と違ってここの授業はどうですか？面白い。面白い。どこが面白い？いろんなことが知れて。将来的にどんなものを作りたいってありますか？あ、玉ねぎ。なんで玉ねぎ？好きやから。さっきのことは全然あれですけど、今彼が興味持ってるのはただ農業だったので、今やりたいことをやらしてる。中学卒業後の進路は未定ですが、今は大好きな農業に打ち込んでいます。この農業スクールが力を入れているのは独立後のサポートです。農業で生計を立てるために最も大切なのは、作った野菜をどう売るか。イゲジュに500坪の農地と150坪の宅地は購入しました。あ、なるほど、もう500坪の農地購入済みですね。はい、だから農地はあるけど、直下先は紹介欲しいという感じで、直売所みたいなところもなんか紹介とかがあるという話だったんで、受講者たちの将来のプランを聞き取り、作物の販路となる百貨店や企業と結びつけます。米
有機で実習受けてるんですけど、はいはいはい、まあ、卒業後どうしようかなとは思ってて、はい、なんかもしやしたらやりたいです、なんか一緒に見に行ってみたいな、はい、ぜひぜひ、はい、ちょっとなんか安心したっていうか、まあ、結構収納しても販路が見つけるのが難しい、やっぱり作物を作っていくことに追われるっていうか、そのバイヤーを見つけることが難しいっていうのをすごいお聞きするので、今お聞きした内容はとてもあの心強いっていうか、今後農業するにあたってとても心強いなと思います。仲間で辞めて、そんなんでこう辞めていく人も大勢いたわけですよ。でそういう辞めていく人を見て、それから自分もまあかなり苦しい経験を何年もしたので、まあ、少しでももうちょっとスムーズに有機農業を、に従事できる人が増えるようにというような、まあのがまあ根本的な私の思いですね。これが触るとそこで止まるんじゃないですか。亀岡市がオーガニック野菜にこだわる理由があります。市を代表する観光資源の一つ、保津川下り。実はその保津川が農業スクール誕生のきっかけになっていたんです。元はですね、実は保津川のですね、川がプラスチックのゴミで汚染されてきたっていうのが元々なんですよ。この保津川の自然環境やこう豊かな田園風景を含めた自然を守っていくことが必要だということから、環境先進都市を目指していこうということにしたんです。環境先進都市化のために亀岡市は2021年、全国で初めてプラスチック製レジ袋の提供を条例で禁止に。環境への取り組みは農業の分野にも広がり、化学的な農薬を使わないオーガニック農業を推進する学校を作ったのです。生産者を作っていくためには有機栽培というのはすごく技術とか知恵や工夫が必要なんですね。手間もかかると言われています。そういうノウハウをしっかりと伝授して、そのなるべく失敗しないように、農業者が独立できるようにしていきたいということから有機農業学校をスタートしています。他にも亀岡市の米や野菜を使った給食、亀岡市が買い上げ、月に数回市内の学校や幼稚園などの給食に取り入れることで販路を確保しているのです。どんな味？美味しいです。値札の作成ですね、あと追尾線の準備と持ち帰り用の紙袋新聞紙とか、とあと金庫ですね、売上金を準備するもの。あるある。10月末に開かれるイベントで越田さんたちは初めて育てた野菜を販売することになりました。イベントまでおよそ1ヶ月、土作りから自分たちで始めた畑に作物を植えました。はい、行きましょう。なるほど、すげえ、ね。まあ、普通はもう、まあ、例えば農薬とか使って防除はしますけど、オーガニックではある程度大きくなるまではちょっとかぶせといてやらないと全部やられてしまいます。害虫対策に一手間かかるのも、化学的な農薬を使わないオーガニック農法ならではです。
皆さんお疲れ様です。今日は明日の準備で、収穫をいくつかするんですけど、イベント前日、実りの秋、大切に育ててきた作物を収穫します。しかしほうれん草の出来はどうですか？うん、微妙。微妙？微妙だ。なんで？虫とかがひどくて。お掃除をしましょう。バラバラになったやつとか、こういう虫食いのやつとか。もなんかいけてるかなと思ったら一箇所だけこのままやってたりとかね。そうするとなんかこんなことになってしまうんですけど、最後の姿が。どれだけ対策をしてもオーガニック農業に虫はつきもの。売り物にならない野菜は選別します。黙々と作業を続ける中学3年生の涼介さん、実はある決断を下していました。ここ、うん、ここが、うん、決まった。農業の、あ農業の、うん、いや最初は高校行かないって言ってたので、ちょっとホッとしたっていうか、親としては学校生活も味わってほしいなっていう思いがあったので、せっかくこの時期でしかないので学生ってやっぱ行ってほしいなって思いがありました。どうですか、それどんな風に思ってる？うん、楽しみ。目指すのは徳島県の農業高校。新しい目標に踏み出しました。越田さん親子の売り場には、前日に選んだ葉物や朝摘みの新鮮な野菜が並びます。好きなの選んで。おお、取れた。なんかこの葉っぱがついたのが買いたいみたいで、葉っぱがついたやつスーパーあんま売ってないんで、はい、葉っぱがついてて、葉っぱがなんかお母さんが美味しいって言ってたから買ってみようと思って買いました。すごい。かちゃん取れちゃう。お待たせしました。すみません、ごめんね。ありがとう。熱いね。できるだけ何も入ってない、まあ、添加物は少ない方がいいなとは思います。手間暇かけて作った野菜は幅広い世代に大好評です。彼自身他とは、ね、できないことを自分で見つけることができたってことはすごい自信につながってるんじゃないかなって。野菜もね、育てられなかったけど今こう自分で種から植え付けして育てられることができたっていうのは、自分も少し頑張ったらできるんやっていう、それもあったから高校にチャレンジすることもできたんちゃうかなって思います。そうですか。言わせたみたいな。これから野菜、どんな野菜育てたいですか？玉ねぎ。玉ねぎ、変わらず玉ねぎ。好きから見つけた新しい道。日本の農業の未来は明るいかもしれません。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。